喜界島は農業立島というのは掲げてやってまいりました。観光面にはそうあまり力を入れてなかったということもあるんですけども、作られた観光ということじゃなくて、自然のそのままの形を観光に生かすというスタイルが私は喜界島の観光ではないかなと思ってますので。まあ、阿伝集落もその一つの中でやっぱり自然がずっと残っていると、まあ、農業を通しながらやっぱり自然を相手にするのがまあ農業ですので、その自然に関わるやはり石垣の魅力というのか保存というのもやっぱり環境自然を大事にすることにつながる大事なことではないかなというふうに考えています。なぜ石垣が必要なのかとなると、やっぱり南西諸島台風の常襲地帯でもありますので、まあ、強風暴風が大変強いところですので、まあ、阿伝集落も含めてやっぱり暴風対策というのがやっぱり大事な家を守る手段だと思いますので、その石垣を先祖の方々は苦労して積んでいったわけですので、その思いというのか先人の皆さんが思っていたことをやっぱり伝えていくことも大事なことではないかと思ってます。さすがに高さがあるから、うん、ちょっと高いから子供なんかちょっと、まあ、子供たちにこういった石積みの体験をさせることによって地域に根ざしたサンゴ礁文化を引き継ぐことがまた大事な役割になってくるんじゃないかなと思ってますので、子どもたちへの石積み体験をさせることもまた一つの文化保存につながるんじゃないかなというふうに考えています。